いや、はい、じゃあ新コーナー行ってみましょうか。行きますよ、カレンのカレンにストレッチのコーナーです。はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、なんとバレエをやってるんだよね。そうなんです。実は私クラシックバレエと、はい、ジャイロキネシスっていうダンサーのためのヨガっていうのを資格持ってまして、それを今教えております。はい、ということで、はい、ジャイロキネシスでね、熊本でやってる人まだあんまりいないので、気になった方はぜひ声かけて何って聞いてください。わかりました、はい、今日はそのジャイロキネシスとちょっとバレエの組み合わせたようなストレッチを考えてきました。やっぱり応援ということは声を出す、その声を出しやすくするためのストレッチは今日はやろうと思います。よし。ので、まあ、こう座ったまんまでもできるようなものを考えてきましたので、ぜひお二人もやってみてください。はい、はい、まずですね、ここ鎖骨の下、まあ、まず右側、まあ、どっちでもいいや、片方だけ鎖骨の下ゴリゴリほぐしてください。はい、この息をするときにやっぱりこの肺をね膨らませなきゃいけないので、まずその肺をね膨らませやすくするために表面からグーで、ちなみにまあグーでやると結構痛い痛いけど効きます。でこの真ん中の胸骨、この硬いところ、ここからねこう胸筋がついてますので、ここからしっかりほぐしていきましょう。ほぐしました。そしたら、そう、痛い人は毒素が溜まってる証拠ですので、しっかりここで流していきましょう。はい、では次ですね、ちょっと手でこうやってカップを作って脇をポンポンと叩いてください。はい、ここも叩いて、痛い人は毒素が溜まってますので、ここ叩いて流していきましょう。言い落とするけど出したい。なんか新しい芸が誕生しましたよ。すごい。OK です。そしたら今度はこの肋骨に沿ってゴリゴリとこうやってほぐしていってください。同じでか。そう、先生、拳が肋骨に届きません。肉が邪魔してた。そう、これ表面をね擦るっていうよりかは、うん、ちょっとだんだん擦れば擦るほど手が骨に届くようなイメージですることが大事ですので、そう、あ、痛いなって思いながら、痛いな、力加減は自分でやってくださいね。痛いな。はい、 OK です。結構これだけでも、もう手上げただけでも右と左で違う人いると思います。お、違います。あ、ほらほらほら、全然ほら長さ違う人。そう、全然違う、ほらほらほら、そうそうそう。ちなみにこれね、肩こりとかにも効きますので。本当だ、すごい。そう、こうやってね、体ってすぐ変わるんですよ。お、いい感じ、いい感じ。で、そしたら、すいません、マイクを持っていただいて。はい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 、はい。こうやって肘を持って、よってこの、これ肩甲骨を横に出すような感じでぐーっと引っ張る。よいしょ。で、この時に引っ張る時に息吸って、こっちの肺を膨らませる。吸って、吐いて、緩める。もう一回吸って。ヒロミさんもやってる。はい、吸って、そう、肺に空気入れることが大事。吐いて、ラスト行きましょう。吸って、吐いて、はい、オッケー。さあ、これでさらにまたね、ちょっと手の上がりやすさ全然違うんじゃないかなと思います。どうですか？いい感じでしょ？
たみたいな、怪我につながることがありますので注意してください、はい、ではこう左右の、ね、差がこうやったらこんだけ違うんだっていうのが分かったところで、反対側も同じようにやっていきましょう、はい、さっきと違う側の鎖骨の下をゴリゴリこすってください。来てますか？右の方が痛い。あ、そうそう、そういうね、左右差にも体を触ることによって気づくことができますので、やっぱり左右差ってね元からのものもあれば生活習慣でできていくものもありますので。すげえ、ちゃんひなが痛そうな顔してるあいつ絶対健康だよずっと絵座って絵ばっか描き下ろすとかね。あ、そうなんだ。あ、健康だ。では次ね、脇を、はい、叩いていきましょうこの集団怪しいねみんなで脇叩いてめちゃくちゃ面白いはい、OK、叩いたら今度は、はい、肋骨に沿ってゴリゴリ。あ、ロワソ君もやってくれてる、ありがとう。次ね、肋骨ほぐしていきましょうみんな右の方が、やっぱ右利きだとね、自然に右使うことが多いので、それで痛い人が多いこともあるかと思います。痛いですか？でもこれやればやるだけ痛くなくなってくるんで、多分反対側やったらね、そんなに痛くないと思いますよ、今。本当だ。そうそう、本当だ。そう、続けることがやっぱりね、大事だっていうのがね、わかるかと思います。さあ、こすったら次ちゃんひな両方痛そう。肘肘を持って息を吸いながら吸って、吐いて、ありがとうございます。はい、吸って、こっちの肺に、ね、空気入れながら、もう一回吸って、吐いて、はい、この手首持っていきましょう。吸って吐いて、吸って吐いて、ラスト吸って吐いて、はい、 OK です。さあ、どうでしょう、結構上半身楽になったと思いますよ。めっちゃ手上がると思います。これでもう応援し放題ですので、いつもより手を上げて声も出して応援やっていきましょう。以上です。はい、はい、カレンのカレンにストレッチのコーナーでした。はい、ありがとうございました。これはいいね。いいですね。これはいい。いろんなバージョンでやっていこうと思います。すぐほぐれでこれいきましょうね。はい、はい。